日本東京都墨田区立川立川は東京都墨田区の地名で旧本庶区にあたる本所地域内である。現行行政地名は立川1丁目から立川4丁目。郵便番号は130-0023。立川のあぜから西方を望む風景は富岳36系の一つ、本所立川として知られる。しかし、現在立川の上には首都高速道路が走っており、 日本橋などと同様に王子を忍ぶことは難しい。立川から数えて2本目の通りは、ポンコツ通りと呼ばれ、自動車のパーツを取り扱う店舗が並ぶ。また、未六寺は、江戸名所杖に描かれている。東京大空襲で、最も被害が大きかった地域の一つでもある。空襲で亡くなった二人の関取のうちの一人である、松浦方達也もこの町の住人であった。 立川単体での表記では、東京都立川市と紛らわしいため、旧区名の本所を被せ、本所立川と名乗ることもある。本所立川のように、伝統ある本所の名を鑑賞する習慣は、旧本所区内で日常的に見られる。本所地域の南部に位置し、江東区との区境にあたる。住宅地の地下は、2017年の工事地下によれば、 立川2の12の9の地点で41万4000円平方メートルとなっている。町名の由来は町の北側の流れる立川にちなみ、元は立川町と称した。1966年の住居表示制度の実施に当たり、立の字が東洋漢字にないため立川と解消された。2017年12月1日現在の世帯数と人口は 以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。